全日本新人王フェザー級決勝戦5ラウンドを行います。赤コーナー9戦8勝1引き分け未だ無敗、そして8勝のうち2勝がノックアウト、公式計量はフェザー級リミット126パウンド、門エビ宝石事務所属尾形勇気。ここまで9戦まだ負けはありません。無敗での新人王を目指します、門エビ宝石事務の尾形勇気です。青コーナー西軍代表決定戦関東賞、戦績は7戦6勝1敗6勝のうち5勝がノックアウト、公式計量は125パウンド4分の3、緑事務所属古川雅也。西軍代表決定戦3ラウンド TKO 勝利で関東賞受賞、緑事務の古川雅也です。ジャッジ村上信明、同じく藤井雄二、同じく土屋水平、レフェリー浅尾和信。第56回全日本新人王決定戦です。フェザー級です。画面右赤コーナー門エビ宝石事務の尾形勇気、一方こちら青コーナー緑事務の古川雅也。さあどちらがこのフェザー級制するんでしょうか。今第1ラウンドのゴンが鳴りました。第56回全日本新人王決定戦フェザー級です。赤いトランクス門エビ宝石事務期待の尾形勇気25歳です。ここまで9戦して負けはありません。さあそして右のボディを打っていこうとした青いトランクス古川雅也19歳緑事務です。西軍代表決定戦では3ラウンド TKO 勝利、見事関東賞を受賞しました。実力者同士の一戦ということになります、このフェザー級全日本新人王決定戦です。さあ注目の立ち上がりですが、まずはボディを狙っていこうというのが青いトランクス緑ジムの古川雅也19歳です。一方それを待つ形、そして右のストレート、このノーモーションの右が武器です。25歳門エビ宝石ジムの尾形勇気です。放送の解説は引き続き元世界チャンピオンセレス小林さんです。セレスさん、はい、立ち上がり両者動きいかがでしょうか。お互いね、自分の持ち味を、ね、出してますよね、まあ、一覧の中のね、相手よりもまあ自分の戦い方をしようっていうね、感じがしますよね。お互いの良さはどのあたりに感じますか。小川選手はね、まあ、冷静にね、まっすぐのタッチ、ジャブ、ミニストーンとミニストレート、それを軸にね、はい、試合を組み立てましたからね。この左のジャブ、そしてノーモーションの右のストレートが武器です、赤いトランクスの尾形。一方の古川はどうでしょうか。しかしね、アマチュアを、ね、やってるって聞いたんですけどね、どちらかというとね、今ファイターに近い戦いをしてますよね。愛知県は宮市高校ボクシング部出身です。15歳でボクシングを始めました緑ジム古川雅也です。西軍代表決定戦は3ラウンド TKO 勝利、見事関東賞受賞、そして中日本予選、そして西軍代表決定戦3試合すべて TKO 勝利、勢いに乗ってこの全日本、この後楽園ホールに乗り込んできました。中に入ってきます、左のジャブ、右のストレートです。非常に、ね、はい、いいですよ。基本に忠実といいますか、オーソドックススタイルのこの尾形勇気です。そうですね、中に入ってこようというのは古川、おそらく打ち合いになるのでその打ち合いにも応じますと尾形は話していましたが、ただ非常に冷静に戦っています。赤いトランクスの相手のギャバラにね、右のノーモンストレート、はい、ジャブしっかり当ててますよね。ここはワンツースリーと離れ際に顔面連打打っていきました。左のボディです尾形。古川選手もね、カバーリングがしっかりしてますよね。はい、そのあたりアマチュアでの実績もあります古川です。19歳の古川、25歳の尾形です。右、大きな右を振っていきました古川。フェザー級全日本新人王決定戦です。左のジャブをついていきます。非常に落ち着いています、赤いトランクスの尾形。ここまで9戦まだ負けはありません。門エビ宝石事務期待の選手です。右、尾形の右、右、左、さあ一気にいくか、一気にいくか尾形の右、最後ラッシュをかけました尾形。第1ラウンド終了です。第1ラウンド終了間際、いいラッシュがありました右のストレート。以上本日の第7試合全日本新人王フェザー級決勝戦5ラウンド、佐賀県出身、高校卒業後19歳で門エビ宝石事務に入門しました。一つの引き分け、これは
2007年の東日本新人王、引き分け敗者扱いになりました。その悔しさもあります。緒方裕樹です。第2ラウンドです。フェザー級全日本新人王決定戦です。1ラウンド終了間際、緒方の非常に素晴らしいラッシュがありました。さあこのラウンドはどうか。赤いトランクス角指宝石ジムの緒方裕樹、青いトランクスが緑ジムの古川雅也です。パンチのスピードではですね、緒方選手が一枚上ですね。なるほど。古川は中に入っていきたいところですが、何か工夫必要ですか。正直すぎるんですよね、ただ前に、ね、出るだけなんですね。もう少しねジャブをつきながら、フェイントを入れながら、はい、頭を振りながら変化をつけて、ね、中に入りたいところですね。そうさせていないのが、あの緒方の左のジャブ、そして右のストレートですね。あれが、ね、あるとね、やはり中に入りづらいですよね。なんとかそのパンチをかいくぐって中に入りたいのは青いトランクスの古川雅也です。古川選手はですね、スターウッドにですね、あの右のオーバーハンドのパンチですね、はい、あのパンチを狙ってるんですよね。ボディからそして右大きく振ってくるパンチがあります古川です。ただ緒方のその上下の打ち分けもしっかりしてますね。右ラッパー、右ラッパー、よく見てますよ、はい、そして離れ際の右のストレートを打っていきます。どうしても古川選手はですね、まっすぐ突っ込むから、あれです、あの緒方選手の右のストレートですね、はい、あれがカウンターで入るんですよね。なるほど。まっすぐ入ってくるところに右のストレート、ここも右、左を大きく振っていきました緒方です。どうでしょう、古川もっと左右からまた中に入り方工夫しながらというところでしょうか。ウェービングダッキング混ぜながらね、中に行きたいところですよね。古川選手ね、馬力はありますからね、はい、体の力はあります。パンチ力もあります古川です。ここまで6勝のうち5つの KO という戦績です。右のストレート、このノーモーションの右、緒方の一つの武器です。2007年東日本新人王、その予選引き分け敗者扱い、その悔しさで一時ボクシングから離れました。ただ仲間の応援、この後楽園ホールに足を運ぶにつれて、またボクシングへの意欲は湧いてきたといいます。緒方ですね、この席順で、ね、少し、ね、ボディーブローを混ぜるとね、もっと有効に攻撃が効きますよね。そのあたりの内訳もしっかりできる、そういった技術を持っています。赤いトランクスの緒方、ナイスアッパーですよ。右のアッパーです。またパンチにも強弱をつけていきます。このあたり体の使い方も非常にバランスのいい緒方。さあ中に攻めていこうという古川ですが、右のストレート、やはり正面に立ちますと、あの右ストレートもらいますね。もらいますね。右のストレートから右ストレート、左右アッパー、はい、あれが結局に決まりますからね。少し古川の顔面が赤くなってきましたが、さあどうでしょうか。緒方のパンチが捉えているといったところでしょうか。残り5秒です。第2ラウンド、この左のジャンプ、右のストレート、非常に冷静です緒方です。愛知県は名古屋市にあります緑ジム出身のこの古川雅也、飯田聡、そして戸高秀樹、2人の世界チャンピオンも育てました。そしてこの飯田さんも全日本新人王を勝ち取りまして、世界のベルトを腰に巻きました。先ほどフライ級では同じジムの佐々木がジム4人目の全日本新人王に輝いています。その佐々木に続けと、古川もこの緒方に対していきますが、さあどうでしょうか。第3ラウンドです。フェザー級全日本新人王決定戦です。さあここまでは緒方の非常にその左右のパンチ、的確に古川の顔面を捉えていますが、さあ流れを変えることができるか古川、古川選手どうしても、ね、一発当てたいという気持ちが、ね、強いんですよね。そのためにパンチがちょっと、ね、大盛りになってますよね、はい、そこを冷静に戦っているのが緒方というここまでの展開。右ラッパーです。ここもワンツーとパンチを顔面にちょっと効いてますね、はい、あの非常に的確に捉えていますので、セレスさん、そうですね、その蓄積という部分でも心配ですね古川。なりますよね。ここも大きなパンチです。ただ非常に冷静、相手をよく見ています緒方。緒方の所属
属する門入宝石陣も今回3人この全日本新人王に駒を進めました。ここまで1勝1敗、さあこの尾形が最後勝ち取ることができるんでしょうか。ここも右のボディです、古川。まあ尾形選手もね、若干パンチが当たりますからね、はい、少しねパンチを狙いすぎてる部分ありますよね。一旦レフリーが分けました。第3ラウンド左のジャンプ、右のストレート、右のアッパー。ここでね、あの古川前に、まあ、正面が来ますから、はい、小川選手ね、サイドに回していけるとね面白いですよね。なるほど。ただ正面で受けるのではなくて、ね、また左右に回って左右からの攻撃を。そうですね、ダメージがねもう溜まりますよね。はい、あーっと左、こういった一つのパンチで流れがガラッと変わることがありますので、尾形も気をつけなくてはなりません。古川選手ね、パンチありますからね。はい、失礼、古川はここまで6勝 5KO です。残りは第3ラウンド1分を切ろうというところ。ただ尾形もこの古川の突進に対して正面で、まあ、向かい合うという形になっていますが、ここは足を使っていきます尾形です。リードパンチが減りますと、はい、古川選手も入りやすくなりますね。なるほど、左体で押し合ってリング中央まで持ってきました尾形。右のアッパーです。このアッパー、左右のアッパーの内訳というのも見事です、赤いトランクスの尾形。ただ古川も馬力がありますので、この後まあ、一ついいパンチが当たりますと、そうですね、はい、流れが変わるということがあります。右のクロスが、ね、当たると、ね、流れが変わってしまうんですよね。残りは10秒、ボリエの攻撃、おっと今度はボリエから顔面。この終了間際のラッシュというのも尾形見事です。そうですね、非常に印象がいい終盤のラッシュ尾形。第3ラウンドが終了しています。第3ラウンド、尾形この右のアッパー、そしてボディへの攻撃、こういう、ね、上下の打ち分けは、ね、有効ですよね、はい、2007年東日本新人王引き分け敗者扱い、その悔しい思いがあります尾形勇気。一方こちら終盤なんとか流れを変えていきたい古川雅也。さあこれから試合は第4ラウンドです。フェザー級全日本新人王決定戦です。赤コーナーが門入宝石ジムの尾形勇気、一方青コーナー緑ジムの古川雅也。セレスさん、ここまでのポイントどうでしょうか。ここまでのポイントはですね、やはり尾形選手が、ね、リードですよね。となりますと古川はこの終盤大事になってきます。何か一つ決定だというものが欲しいところですが、そうですね、いいパンチ当てながら、ね、まとめたいところですよね、はい。さあやや強引に中に入っていこうという古川、ここもすっと距離を縮めます。まあ、古川選手もねポイントを取られてるのは分かってると思うんですよ、はい、そこで焦らずにねしっかりとパンチをねコンパクトに打てるかですよね。なるほど、逆に焦ると尾形のその冷静さがより生きるという形になりますね。そうですね、焦って大振りになりますと逆に尾形選手にカウンターをもらう可能性が高いですよね、はい。ただここはもう前に攻めていこうという、ただこの古川の馬力というのも見事です。ありますね、馬力はね、はい、おっと左、このラウンドね、このラウンド左フックを、ね、対応してますよね、はい、古川選手ね。何かちょっと攻撃を変えていこうというところなんでしょうか。古川なんとか活路を見出したい19歳古川雅也、男も左です。接近戦でのその体の預け方、そして細かい打ち方というのも見事です尾形。右のストレート、うまさも見せてきますね。そうですね、体を、ね、入れ替えますよね、はい、反応してね、うまいですね。さあ第4ラウンドです。パンチを、ね、もらいにくい位置へね、はい、ずらしますよね。そして距離を取りながら、時には詰めながら、多彩なパンチ、上下の打ち分け、やはり9戦負けなしというキャリアがその技術の高さを物語っています。さあ残りは50秒、第4ラウンド少し疲れたか。
スカウンターですね、右のストレートですね、はい、少しあの古川の足がちょっと体と何か反比例するようにちょっと出なくなりましたね、はい、パンチを、ね、浴びてますからね、はい、若干ステムのロスも、ね、大きいですよね、あの気持ちは前に行っているんですがそこに足がなかなかついていかないという古川です、青いトランクス、ここからホナランド、ね、必死に、ね、手を出してるんですけどね、はい、ただまだ気持ちは折れていません、新人王への思いです、入ってくるところアッパーを打っていったのは尾形、右スカウンターですね、よく見てますよ、見てますね、ここもワンツースリーと打っていきます、残り10秒です、そしていつもここでラッシュを仕掛けて、まあ、非常に印象よくこのラウンドを終わるという尾形です、第4ラウンドが終了しました、新人王は2度目の挑戦、2年前は引き分け敗者扱い、涙を飲みました、ここまで9戦無敗、黒星なしで全日本制するか、さあ一方こちら19歳古川雅也です、先ほどフライ級で同じジム佐々木が全日本新人王に輝きました、この佐々木に続けとこの尾形に立ち向かっていきます、さあ最終ラウンドフェザー級です、最終ラウンドのゴング、拳を合わせたフェザー級全日本新人王決定戦です、さあセレスさん泣いてもらってもこの1ラウンドですが、そうですね、古川がなんとかなんとか盛り返していきたいところですが、古川選手すごいですね、まあ、ポイント的にはもう KO 勝ちしかないと思うんですよね、はい、このチャンスというのはどうでしょうか、これ右のフックからね、左のフックの返し、この必ず返しをしたいですよね、はい、ただここも前に攻めていくのは尾形です、ちょっと心配なのは先ほどのラウンドあたりからちょっと古川の足が止まり始めました、そうですね、心配ですが小川選手はですね、右のストレート、はい、ここからパンチをまとめてですね、あの KO を狙いたいところですよね、なるほど、非常にそのパンチをまとめる力というのもあります、尾形右のストレート左、パンチをまとめろですね、レフェリーが止めてくれる可能性もありますので、ね、はい、多彩な攻撃そして落ち着いた戦いぶり、ここまで見事でした、赤いトランクスの尾形勇気、後ろに下がりました19歳の古川です、ここもパンチを集めていきます尾形、さあ手打ち気味の、ね、パンチですけどね、しっかり手数出してますよ、最後までその手数しっかりと出していこうという尾形です、ここも顔面へのパンチ、非常にそのパンチが最短距離に出てきます尾形、さあ右のストレートボディの攻撃です、ちょっと古川が疲れたか、ただ気持ちを出していきます、前に出ていきます、古川ですね、一番上から、ね、結構大振りが多いですからね、はい、下目のロスはありますよね、ただもうここまで来ると気持ちです、そうですね、さあ残りは50秒とちょっとというところ、最終ラウンドです、フェザー級全日本新人王決定戦、さあニュートラルコーナーに追い詰めていこうというのは尾形、さあどうだ、古川を押し返せるか、右のストレート左、ナイスパンチですよ、さあ残り30秒切っています、右のストレート左、尾形の右左、尾形選手もこのラウンドよく出てますね、はい、最後までパンチを出していこうというところ、古川選手ちょっと疲れましたかね、今年一番の試合をしたいそう話していました、赤いトランクスの尾形、古川も前、おっと左が当たった、左が当たった、おっと来ました来ました今、最後いいパンチが当たりましたが試合終了です、古川のいいパンチが当たりましたが、最後まで戦い抜きました両者、試合は判定です、今ジャッジングペーパーが集められています、採点をお知らせいたします、ジャッジ浦谷信明49対46、ジャッジ土屋瀬弘、同じくジャッジ福地雄二50対46、以上3対0のユナイマスディシジョンを通して勝者赤コーナー尾形勇気、見
事、全日本新人王フェザー級を制したのはカデビ宝石ジム尾形優輝です。